本セッションではリアルタイムレートレーシングとエンライテンによるハイブリッド型グローバルイルミネーションと題しまして我々エンライテンチームのリアルタイムレートレーシングに対する取り組みなどをご紹介させていただきます本セッションは私吉野と後ほど登壇いたしますその2人でご紹介させていただきますよろしくお願いいたしますそれではセッションを開始させていただきます 発表の流れはこのようになっております。まず前半15分程度私の方からエンライテンそのものについてや直近の開発状況についてご紹介させていただきます。その後、その方から本セッションのメイントピックであるエンライテンのリアルタイムレートレーシングの活用についてリフレクション、ビジビリティ、ファイナルギャザーの3つのトピックについてお話しさせていただきます。 開始に先立ちまして皆様にお願いです。セッション終了後、ぜひアンケートへのご協力をお願いいたします。1分程度で終わる簡単な内容となっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。こちらまた後ほど画面の方は共有させていただきます。はい、それでは早速、エンライティについてお話しさせていただきます。 エンライテンですけれども、高品質なリアルタイム GI、グローバルイルミネーションを提供するミドルウェアとなっております。ここでのリアルタイムとは、ゲームの実行中にライトやマテリアルを変化させ、ダイナミックなライティングを行えるということを意味しております。はいエンライテンを組み込むことでどのような効果が得られるのか、こちらのシーンを例にご紹介いたします。 こちら洞窟内のシーンとなっておりまして画面上部こちらの穴から太陽光が差し込んでくるといったような状況になっておりますでこちらで遠雷点無効化するとこのようになります穴から差し込んだ光が直接当たっているこちらの領域以外完全に真っ暗になってしまっています 再び遠雷点が光源から直接届く光だけではなく物体表面から反射していく様子といったものをシミュレートいたしますのでこのように空間に柔らかく光が伝播していく様子を表現することができます。ここまでは一般的なグローバルイルミネーションの効果をご説明いたしましたでは遠雷点が提供するリアルタイムグローバルイルミネーションにはどのようなメリットがあるのでしょうか。 1一つ目のメリットはこちらの動画にありますようにインゲームでシームレスな時間や天候の変化といったものを簡単に表現できる点です。太陽の移動に合わせて関節光が自然に更新されていく様子といったものがご確認いただけるかと思います。 はい、また、えー、こちらエンライテン採用タイトルであるヘルブレーードセニアズサククリリファイスのスのンショットです、えー、主人公の心情に合わせてライティングが動的に変化するといったゲーム性の実現にエンライテンのリアルタイム GI が貢献していますライティングが変化すると同一シーンでもこのように全く違った印象を受けます どちらのライティング環境においても、エンライテンのもたらす間接光が美しく反映されているかと思います。リアルタイム G. I. のもたらす、もう一つのメリットはライティングワークフローの効率化です。事前焼き付けなどの従来の G. I. ソリューションでは、ライトを配置、修正してから。実際にそれらのライトがもたらす間接光の効果といったものが確認できるのは、長いベイクの後になります。 これではちょっとした修正にも大きな手間がかかってしまいます。一方、エンライテンでは、シーン構築後に事前計算を実行すれば、編集したライトの影響を即座に確認することができます。これによって、ライティング調整のトライアンドエラーを気軽に行うことができ、シーンのブラッシュアップのスピードが格段に上がります。 実際のタイトルでの事例につきましては2018年の弊社セテック公演にてご紹介しておりますのでぜひそちらもご参照ください続きまして直近での採用事例についてご紹介させていただきます本日ご紹介させていただくタイトルはこちらの3つですまずはゴッドイーター3での事例についてです 本作では携帯機から据え置き機へとプラットフォームの変更がなされそれに伴うグラフィックスのアップグレードといったものが一つのチャレンジとなりましたエンライテンの提供する GI によるクオリティアップはもちろんのことライティングワークフローの改善にも役立ったと伺っておりますエンライテンの効果を比較した画像も頂い,いております こちら、影で暗く潰れていた領域に対して円雷点によってはディティールが確認できるようになっていることがわかるかと思います、はい、続きましてステートオブディケイツーの事例についてですこのゲームの特徴として昼夜のサイクルといったようなものが挙げられます円雷点によるダイナミックな GI がどの時間帯においても シーンをリアルに演出していますまた屋内・屋外の両環境をシームレスに行き来するようになっておりますがそれぞれのライティングが破綻なく表現できているかと思いますはい最後 E フットボールウィニングイレブン2020での事例ですこちら前作に引き続きの採用となっておりますが 今作でも多様なライティングバリエーションにおいて、えー、フォトリアリスティックな表現が実現されております。スタジアムのライティングはもちろんのこと、えー、今作では一部モードにて室内環境に対しても遠来点をご活用いただいております。遠来点が生成する間接光が生きてくる場面というのが数多くあり、シーンのクオリティ向上に一役買ったとご評価いただけました。 事例の紹介は以上になりますここからは円来店の技術的な掘り下げを行っていきたいと思います円来店ですがグローバルイルミネーションの計算をラジオシティ法に基づき計算していますしかしながらラジオシティ法コストの高い手法となっておりますリアルタイムアップデートを実現するために円来店では事前に計算できるパートと 実行時に計算するパートに処理を分割しております前者をプリコンピュート後者をランタイムといったふうに呼称しておりますランタイムの計算は CPU で非同期に実行されますクオリティとレイテンシのトレードオフでパフォーマンスを柔軟に調整できる点というのも一つの遠来点の特徴と言えるでしょう エンライテンをお使いのゲームエンジンにインテグレーションするために必要なステップをまとめるとこのようになっておりますエンライテンのメリットの一つである効率的なライティングワークフローを実現するためにはさらにエディター上でゲーム画面と同等のプレビューができるといったことが望ましいですまずエディター側での実装についてですここに挙げている項目は エンライテンのために必要な設定項目の一例です。なお、各スクリーンショットは UE4 版で実装しているデバッグビューとなっております。必須ではないのですが、このように視覚的に確認できるようになっていると、シーンの検証が容易に行えます。エンライテンのための設定が完了しましたら、事前計算を実行します。エディタからシーンデータのエクスポートを行い、プリコンピュートを実行。 その結果のリードバックを行うといった流れになります。これらの実装を支援するための新しいライブラリについても後ほどご紹介させていただきます。続いてゲーム実行時の処理の流れをお見せいたします。エンライテンランタイムはアプリケーションからライトやマテリアルの情報に加え事前計算データを受け取り、レンダラーが利用可能な ライトマップやプローブ、キューブマップをテクスチャーとして出力します。最終的にこれらをシェーダーからサンプリングすることで、グローバルイルミネーションを適用することができます、はい。円来店の基本的な情報については以上となります。それでは直近の開発状況について少しお話をさせていただきます。 まずは昨年リリースしました SDK3.10 についてです。リリースから少し時間が経ってしまいましたが、なかなか皆さんの前でご紹介する機会がなかったので、今回改めて主要なアップデートをご紹介できればと思います。まず最も大きなトピックとしては、大規模シーンに対する事前計算時間の削減です。従来ではシーン全体に対して処理を行っていたため、 プリコンピュートの負荷がシーンの規模に対して指数関数的に高くなってしまいましたが今回のアップデートにより各サブシーン間の関係性といったものをヒントとして与えられるようになりましたので広大なシーンを事前計算する場合でも負荷が極端に増減することなく実行できるようになりましたこの機能の使い方など詳細に関しては 先日公開しましたブログ記事にて解説しておりますので、併せてそちらもご参照ください。2つ目は、パイプラインライブラリです。こちら、先ほど述べました、エディターとプリコンピュート間のやり取りといったものを支援するためのライブラリになっております。3.10では、アーリーアクセス版といった位置づけにはなっておりますが、 非常にインテグレーションのコストを下げてくれますので、ぜひ積極的にご使用いただければなと思っております。最後はドキュメントやサンプルの強化です。本リリースからライセンシーに限らず誰でもアクセスできるようなオンラインドキュメントを公開しております。円ライテンに興味のある方は、ぜひ一度ご覧になってみてください。 現在英語版のみの公開となっておりますが日本語版につきましても現在準備を進めておりますまた SDK の最小実装例を示すサンプルについても新しく追加いたしました自社エンジンに組み込みを行う際ぜひ参考にしていただければと思いますでその他バウフィックスなど細かな修正多数行っております 詳細はオンラインドキュメントのリリースノートをご参照ください。続きまして、いよいよリリースとなりました SDK3.11 についてです。このリリースの一番の目玉は、自治体コンソール機のサポートを正式に開始するといった点になります。昨今、新しいプラットフォームの話題で盛り上がっておりますが、えライテンも今回のバージョン3.11より プレイステーション5と xbox シリーズ x の正式なサポートを開始いたします。なお、ue4 版につきましては、現状では4.25ブランチをベースとしたものとなっております。プラスブランチにつきましては、えー、通常のホットフィックスへの対応と同様の形を想定しておりますが、状況によってはちょっと個別に、えー、特別な対応をすることも検討をしております。 また、優位法の各機能に対するサポートも追加しております。こちら以外にも既存機能への対応なども今後随時行っていく予定となっております。要望の対応など、希望などございましたらお気軽にサポートまでお問い合わせください。その他3.11でも細かな対応を多数行っております。 こちらに関しましても詳細は後ほど公開されますリリースノートをご参照いただければと思います最後に今後の開発予定についてお話しいたします円ラインチームでは今後も継続的なアップデートを予定しておりますこちらにあります各機能についてのリリース時期については未定となっておりますが 一部は年末に予定しております次のバージョン3.12に含めることも検討しております。で、まあ、この中でも特にリアルタイムレートレーシングにつきましては、円、まあ、ライテンチームとしても非常に今後、円ライを進化させるための重要な技術になるのかなと考えております。 現在積極的にに活用すするために研究開発を行っております本日はその成果の一部皆様にご紹介させていただければなと思っておりますそれでは実際にこれらの R&D を担当したソニーバトンタッチしまして詳しく内容を掘り下げていきましょうそれでは総さんお願いします では、e n イ i t e チームのうです。ここからは私の方から本題である e n イ i t e におけるリアルタイムレイトリーシングの取り組みについて紹介させていただきます。まず、レイトリーシングを取り巻く背景について共有させてください。近年、GPU の発展によりリアルタイムレイトリーシングが可能になりました。ソフトウェア面では DXR、DX R アルカムレイトレーシングといった API が揃えてきました。また、ハードウェア面では、NVIDIA の RTX シリーズはもちろん、AMD のナビシリーズ、つまり、次世代機、コンソールに使われている GPU も、リアルタイムレイトレーシングをサポートするようにアナウンスされています。 では、今日話す Enlighten の Lateleting に対する取り組みについて、次の3つのトピックを紹介させていただきます。1つ目は Lateleting Reflection と Enlighten の組み合わせです。2つ目は Lateleting Visibility。Visibility は何なのか、後ほど詳しく説明します。そして3つ目は Lateleting Final Guidelines と Enlighten の組み合わせです。 解説を始める前に今回使うデモのシーンを簡単に紹介します。こちらの活動では今回使うデモシーンで光源がムーボーのディレクショナルライトとスカイライトのみとなります。シーンの中にベイクされている間接,間接光がありません。つまり間接光はリアルタイムで更新されています。デモは u e 4をベースに作りましたが同じ技術が他のエンジンにも適用できます。 デモについて後ほど詳ししく説明しますまた、今日お見せするスクリーンショットでは、すべて開発中のものになります。最初リリースする際、ビジュアルは変わる可能性がありますので、ご了承ください。では、早速、一つ目のトピック、リレイタ a ショング i n g r e f l e について話しさせていただきます。リフレクションの話を入る前に、 まず一般的な関節項のレンダリングの手法から話します。こちらに表示されたように、関節項はディフュースとスペキュラーの2つのパーツに分けてレンダリングされています。依頼でも例外ではなく、同じくディフュースとスペキュラーに分けてレンダリングされています。ディフュースの部分は VO イン e ィペン n t です。つまりカメラの向きと関係なく、 どの角度から見ても同じ結果になるため、よくライトマップやプローブにライティングの結果,結果を保存します。スペークラーの部分は v w d e p e n d e n t です。カメラの向きによって反射される例の方向が変わります。ディフュースのように表面に結果を保存することはできないため、レンダリングする手法はいろいろ存在します。このセクションは、まずリフレクションの方を話しますので、 ではその手法を見てみましょう。まず一番よく使われる手法は Environmental Cube Map です。UFO では Reflection Capture と呼びます。こちらの手法では、ベイクするかもしくはリアルタイムで更新する手法があります。ベイクされた場合、Cube Map の解像度を上げればきれいな反射になります。 一方、リアルタイムで更新する場合、キューブマップのサイズを制限する必要があります。また、キューブマップのミップマップを使えば、グローシーリフレクションも簡単にレンダリングすることが可能です。次に、SSR、スクリーンスペースリフレクションです。この手法はカメラの角度によりますが、反射が画面内にある場合、きれいな結果ができますが、 反射が画面の外に出ている場合、アーティファクトが発生しやすいです。最後はレイトリシングです。考え方はシンプルです。表面からリフレクションレイを飛ばします。レイが当たった場所のマテリラルを計算して開始します。スクリーンスペース処方のような制限はなく、反射が芯全体に行き渡るため、かなり綺麗な結果になります。イライターは現在、このリアルタイムに更新する ルメントキューブマップの手法を採用しています。ではその手法を簡単に紹介します。こちらの2枚のスクリーンショットを見てください。光源のアングルが変わるとキューブマップの直接項と間結項がリアルタイムで更新されています。この手法の特徴としてはキューブマップの更新は CPU 側で行うことです。また更新負荷が軽いのも特徴です。 CPU 側はライブマップの結果をコピーするだけで、GPU 側が CPU で生成されているキューブマップをサンプリングするだけで終わります。続いて、現在のレイトリシングリフレクションの特徴を見てみましょう。まず、リアルタイムでシーン全体が更新されるのが一番の特徴ではないでしょうか。シーン全体の更新なので、オフスクリーンを 物体もリフレクションに反映されます。また、精度の高い結果が設定されます。ただし、グローシーリフレクションの場合、例を複数飛ばさないといけないため、パフォーマンスがダウンし、ノイズが増える可能性があります。また、リフレクションにセイクドンバウスを追加する場合、処理が重く,なるか重くなります。上の3つが欲しい機能ですが、うん、最後の2つは、 ちょっと改善したいところですね。では今回、配達した新しい傷を紹介します。まず、左のスクリーンショーでは、ベイクされた関節効がないため、リフレクションに直接構しか映らなかったです。一方、右のスクリーンショーでは、ミライトの関節構をリフレクションラインに追加した結果です。 リフレクションにリライトの解染効果が入るとよりリアルな結果になりました。また GPU 側でリライトの結果をサンプリングするだけなので追加コストは少ないと考えられます。ただし、グローシーリフレクションのパフォーマンスとセキュバースで黒くなっている点を改善したいところですね。そこでリライトのキューブマフにフォーパックする機能を追加しました。 ラフレンスが指定値を超えている場合、またはマックスバウンスを超える場合、ユナイトのキューブマークにフォローバックします。では右のスクリーンショットを見てみましょう。こちらカーソルーサしているところを見てみましょう。上の結果がユナイト、上の結果がレトリシングリフレクションの結果です。下の方がフォローバックユナイトを追加した結果です。 右のボールがラフネス式指位置を超えたため、イラインのキマークマフに切り替えました。また光の黒い部分は本来セカンドバウンスなので、こちらもイラインのキマークマフに入れ替えました。フォールバック機能を追加することによって、グローシーリフレクションで発生しやすいノイズが改善され、さらにレイを飛ばす数も減るため、パフォーマンスも良くなりました。 では結果を見てみましょう真ん中のボールが鏡面反射となっています関節光の更新を確認できると思います今日はストリーミング配信なのでちょっと確認したいかもしれないですけどこのようにえー、っと最初のフレームと最後のフレームを比べてみると関節光の更新があ確認できるかなと思います さらにこちらのレールの上を注目してください。ラフネス値が変化しています。上の方がズルズルしています。下の方がザラザラしています。ザラザラになった部分はインライトの強固マップにフォローバックしています。レイトリスニング結果とインライトの強固マップの2つの結果がシームレスに変化しているのをご確認いただけるかと思います。 では最後にパフォーマンスを見てみましょう。今回のテストは、リフレクションのマックスバンスを1に設定し、サンプリング数も1に設定しました。GPU は RTX2080Ti を使用しました。今回の実装は、リアルファシリーシングリフレクションのシェーダーに、ユナイテのテクスチャーサンプリングを追加しました。なので、ユナイテのコストを直接測るのが難しいです。そこで、 今回は同じシーンで u n i t e 追加する前と追加する後のパフォーマンスを比べました。ちょうど右,右の表を見てみましょう。レイトリシングリフレクションが 1.72ms に対して u n i t e の追加口は 1.87ms になりました。u n i t e の追加コストは少ないと考えられます。また、フォールバックと u n i t e の機能を使えば マックスラフネスを下げることにつれてパフォーマンスがかなり向上したことが確認できます。では次のトピックに参ります。次はレイトリストイライテンビジビリティを紹介します。まずイライテンビジビリティについてご説明します。イライテンライタームでは 光源情報の他に光源のシャドウ情報も必要とされます。シャドウ情報は Elighten Visibility Data として Elighten r u n t m に提供されます。詳しく説明しますので、右の図をご覧ください。芯の中で光源が一つ存在します。光源によって一部の表面がライティングされ、一部が影になりました。 イライテではあらかじめシーンの中にサンブリングポイントをたくさん作っています。このサンブリングポイントが影に入っている場合、ビジブリティがゼロになります。正しいビジブリティを用いたら、イライティのインプットライティングのライトリークを防ぐことが可能です。では、現状のイライティのビジブリティの実装の状態を紹介します。 まず United SDK について各エンジンの実装に任せています。レイをキャストするか、またはシャドウマップをサンプリングするか、処方はエンジンの方に任せています。また United UE4 の方は、ステーショナリーライトは基本的にサポートしています。ムーブライトについてディレクショナルライトはベイクされています。スポートライトはシャドウマップをサンプリングする処方なのでサポートしています。 またほど他のライトは現状をサポートしていません。では今回、新たに追加する機能、レイトリスト u ライ t e d v i s i b を見てみましょう。考え方はシンプルです。u ライ t e が生成したサンプリングポイントから、光源の方に、えー、シャドウレイを飛ばし、その結果を u ライ t e d v i s i b として記録します。では右の図を見てみましょう。 シナラグにすでにサンプリングポイントが存在しています。サンプリングポイントから光源に例を飛ばします。真ん中のポイントがミスになったため、ビジディビティがゼロになりました。この処方では光源のタイプにかかわらず、どの光源にも適用できると考えられます。では結果を見てみましょう。 こちらのシーンでは天井にある窓の開け閉めによって光源が一部遮断されています。リライントのインプルライトのビジビリティがリアルタイムで更新されることによって光源のライトリックを防ぎよりリアルの間接光が更新されています。ではトンネルの部分を注目すると光源が遮断,にず遮断されるにつれて光がだんだん奥の方に届きにくくなっています。 最後にパフォーマンスを話します。こちらの手法の特徴としては、タブワスレイのタイプはシャドウレイのみとなります。まだ、イザーも必要ありません。パフォーマンスの,一つの基準の一つ、レイの数は、レンダリングされたムーボーライトの数と、各ライトが影響するサンプリングポイントの数によって決まります。前のスライドでミステラテイモでは、 単一のディレクションライトのみが配置され、芯全体に影響しています。実際にレンダリングされたサンプリングポイントは最大4万でした。つまりシャドレイも4万になります。こちらでは g f o c e RTX2006 兆では測りまして、えーと、修理にかかった時間は0.04ミリセ程度になりました。かなり軽量と考えられます。 では最後にレイドリシングファイナルガイザーと u n イ t の組み合わせを紹介させていただきます。先ほど u n イ t の関節項のレンダリングのスペキュラー部分を説明しましたが今回はディフュースの方を説明します。 ファイナルガイザーの説明を入る前に、改めて、依頼手のディフュースの間接法をどのように計算されているか、こちらの図を見てください。例えば、こういったシーンがあります。上の方が天井になります。下のラインが地面になります。真ん中にボックスみたいなものが置いております。また左、下の方に光源としてスポットライトが置いています。 まず光源のスポットライトから天井の一部が照らされましたこちらが直接光となり同時にリライトのインプットライティングとなりますこの時直接光に当たってない部分今クリスタルマークになっている部分は黒いままとなっていますこの部分本来間接光で照らされていますが、えー、今 計算されていないのでつまり u n i t の仕事はこのクエスチョンマークになっている部分のライティングを計算することです。では実際に見てみましょう。u n i t のラインナ e 9ではインプルライティングからのライトバウンスをシミュレートします。ライトが芯全体にバウンシングしていきます。 このようにバウンシングした結果が2ランテンが記録して最終的に2ランテンの解説項が得られました。こちらの結果は2ランテンのライトマップやプローブやキョマップの方に保存されます。最後に実際にシーンをレンダリングするときに保存された結果をサンプリングするだけで間接コが やられますでは実際のシーンを見てみましょうこちらがインライトの結果となります最初にあ紹介したようにこちらのシーンの光源はディレクションライトとスカいライトのみとなりますこのセクションはディフェイスの話をしますのでライティングのみの結果を表示しました 間接後はリアルタイムでで更新されていいるることとが確認できると思います。ただし真ん中の青い列車は移動,の移動する物体なので本来である列車からの青いライティングバンスがレンダリングされていませんでは依頼手のライティングの特徴をまとめましたメリットとしては無限バンスが得られます まだ安定したライティング結果が得られます。そして GPU 負荷が軽いというのもメリットの一つです。制限としては、ディテールはライトマップピクセルの大きさに制限されています。また移動する部隊からのバウンシングはありません。続いてファイナルガイザーの説明に入ります。ファイナルガイザーは、レンダリングポイントから例を飛ばし、 ヒットした場所ののライディング情報をまとめるものですファーストパンスをシミュレートすることも考えられます。そのため、他の GI 手法と併用することが前提となります。また、ファイナルガイザーがリアルタイムにレンダリングすることが可能な手法のため、今回、レンダリング手法に採用しました。 今回は UE4 のファイナルガイザーををベースに検証を行いましたではまず UE4 のファイナルガイザーを説明させていただきます。シーンは先ほどと同じです。ファイナルガイザーでは画面上のピクセルから例を飛ばしますので、ここで実際にレンダリングされ,てされる画面の領域を表示しました。ではその画面の上の一つのピクセルを例として説明します。 まずそのピクセルから例を飛ばします当たったところはゲタポイントと読みます続いてそのゲタポイントから光源にシャドウ例を飛ばしますこの図の場合左上のこちらのゲタポイントだけトレースしていこうです この過程はパストレーシングではよく Next Event Estimation と呼ばれています。ランダム,レイランダムに例を飛ばすより、光源に直接例を飛ばす方が結果がより収束しやすいです。最後に、ゲタポイントで得られたライディング結果をスクリーンピクセルの方にまとめます。 これによってスクリーンピクセルのインダイレクトライティング結果が得られました。ここで光源にとりあえず成功したポイントを注目してください。光源からス,ピンスクリーンピクセルに至るまでライトのパンスが1回だけとなりました。つまりこの処方はファーストパンスしか含めていません。 では、結果を見てみましょう。移動する舞台からライディングバースが確認できます。また、ディテールがスクリーンサイズの大きさに影響されるため、インダレクトシャドウもうまくキャッチできました。では、ちょっと動画を止めてみましょうか。この辺りで光が、 移動する舞台にあたって新全体が青くなりました。またこちらに注目するとインダレクトシャトがレンダリングされることも確認できます。では UE4 ファイナルガイ e r の特徴をまとめました。リードとしてきれいなファーストパスが得られます。また移動する舞台もバウンジングすることになります。 制限としてファーストガンバンスのみのシミュレーターになります。また結構ノイズの結果になりました。このように2つの処方のメリットと制限をまとめました。このようにリストアップするととても分かりやすいでと思います。2つの処方をお互いに補うことができます。 では本題に入ります今回の研修の目的は UFO のファイナルガイザーとユナイテの組み合わせによってユナイテの無限バウンスとファイナルガイザーのきれいなファーストバウンスの組み合わせによってさらに移動する部隊からのライティングバウンスが追加することによって結果がよりきれいなディフュース試合にな,るなります。今回紹介する手法は2つあります。 この2つの手法の違いは、依頼点の結果をファイナルガイザーのどのパースに追加することの違いです。では、先ほどと同じ図で説明します。ファイナルガイザーは2つのパースになっています。1番目のパースの結果は、ゲタポイントの方に、つまりこちらの方に保存されます。2番目のパースの結果は、スクリーンピクセルの方に保存されます。 先ほど説明したように、2来点はすでに芯全体の関節交互の結果が得られました。この結果をスクリーンピクセルの方に追加できますしまた、ゲタポイントの方にも追加できます。この結果をファイナルゲタのどのパスに追加するかによって結果と実装はちょっと違います。ではまずスクリーンピクセルで追加する場合を見てみましょう。 スクリーンピクセルを追加する場合、インライトの結果はすでに直接効能をファーストバンスが含んでいるため、ファイナルライトのファーストバンスを重複しました。インライトのファーストバンスを除く必要があります。ただし、レイトレーシングリフレクションなどの機能には、ファーストバンスを含むインライトの結果が必要なので、結局、インライトの結果を2つ用意しないといけません。 ファーストファンスありの結果とファーストファンスなしの結果となります。今回はこの手法を見送りましたが、開発上の結果を見せることができます。では、結果を見てみましょう。こちらがスクリーンピクトルでやない点を追加した結果となります。ファイナル計算のきれいなファーストファンスが確認できます。 また、ファイナルガザーサルの結果に比べ、芯全体が依頼体の無限バウンスによって明るくなっていることが確認できます。最後に、依頼体の結果はファーストバウンスを除いたため、リフレクションの方に依頼体の結果は追加されていません。2つの結果を並べました。 線で囲んでいる列車の右側を注目してください。こちらは一度のバンスで高原の方にたどり着けないためほぼ黒い結果になりました。依頼点の結果を追加することによって赤みがにじむような結果になりました。こちらは右の方の赤レンガからのバンスと考えられます。 では、2つ目の手法を見てみましょう。こちらの手法では、ゲタポイントに狙ライティの結果を追加するものです。つまり、狙ライティの結果をもう一回パンスすることになります。これによって、ムーボの舞台から最近のパンスも得られることができました。また、ゲタポイントで得られるライティング結果が明るくなるため、ノイズの減少も期待されます。今回は、 この手法を採用しましまたでは結果を見てみましょう先ほどの手法と同じやない手の無限バウンスによって芯全体が明るくなりましたまた先ほどと同じファイナルガイザーのースきれいなファーストボンスも確認できますさらに説明するとこのように2つの結果を並べました まだ発線で囲んでいる部分を注目してください。UFO ファイナルガイザーに比べて2回,目2回目以降のバウンスが追加され、右の方の赤レンガがバウンスして、こちらとこちらが赤みが出るようになりました。さらに移動する部隊の列車からのバウンスも確認できます。ここら辺が 青くなっていることが確認できますでは実際のアルビードを追加した結果を確認してみましょう。左下がパストレーシングの結果、つまりレフェレンスの結果になります。UE4 ファイナルガイザーの結果に比べ、ユライテンの無限バースに追加することによって、新全体が明る,明るくなりました。 さらに、イ,ライトン強風マップを追加することによって反射がかなりきれいになりました。最終的な結果がかなりリフレンス、リフレンスあ、パストリーシング結果に近い結果になりました。では、ノイズを見てみましょう。ファイナルガーのみに比べて、ノイズは減少,減少するものの、残っているのも現実です。 右の図を見てみましょう。階段の方を注目すると、黒い部分が結構ノイズが乗っていますが、依頼体を追加することによって、ライティングがさらにきれいになって、ノイズが検証されるのを確認できます。しかし、カメラの移動することによってノイズが発生することは現状まだ発生しています。将来的にノイズが発生しやすいケースを特定し、依頼体の結果 入れ替えることも考えられます。では最後にパフォーマンスを見てみましょう。今回使うファイナル,ファイナルガイザーのパラメータはハーフスクリーンサイズとサンプリング数を4に設定しました。環境は NVIDIA の r t x 2 0 8 0 t i となります。リフレクションのパフォーマンスと同じく イライテンのみのコストを測ることが難しいため、イライテンありとなしのパフォーマンスを測りました。ファイナルゲーザーのみの場合、クリエイトゲーダーポイントパスは 3.06ms になります。イライテンを追加した場合、クリエイトゲーダーポイントパスのは,は 3.58ms となります。 追加コストはかなり少ないという結果になります。ではここから直期のデモをお見せします。今日話したレイトレーシングとイライ手の組み合わせの3つの機能をこのデモで表示しました。 まずはゲームモードのカットシーンをご覧ください。このシーンではすでに首を話したリフレクション、ビジリビリティ、ファイナルガイザーの3つの機能が入っています。列車が移動するボタンになっています。下の方を注目するとリフレクションが入っています。光源が移動することによって列車の方に当たってシーン全体が青くなっていることが確認できます。 こちらは階段の下を注目してください。インダレクシャドーがレンダリングされるかと思います。では最後にもう一回、リフッシスの方をお見せします。ライトのキュマップと リフレイトリースリング・リフレクションがある同時に更新されることが確認できます。はい。先ほどヨシの方から紹介したように、E-LightM は事前計算が完了後、ライティングの配置、調整は即座に GI の結果に反映されますので、UEF のエディターでそれを含めて確認しましょう。こちらはすでに事前計算完了のシーンとなります。 先ほど話したように芯の中にディレクションライトとスカイライトのみとなります以上今日はストリーミングなので、えー、と FPS の方も出しますではちょっとディレクションライトの角度を調整します ご覧のように角度を調整によって芯全体の関節方が更新されることが確認できます。ではリフレクションの方を見てみましょう。 こちらが先ほど説明したような、えー、とミナポールとなります。ライティングの角度を調整することによって、反射の中の関節効果が更新されることを確認できるかなと思います。では続いて。 の方を見てみましょう。天井の窓を閉めることによって インプットライトのディビジョリティがリアルタイムに更新するについて関節効果がリアルに更新されることが確認できるかなと思います。最後にファイナルガスの方を確認しましょう。 ライングオーニングモードに切り替えます。このようにライティングの角度を変わることによって綺麗なファーストバンスや依頼点の無限バンスによってより綺麗な結果になることが確認できるとかなと思います。こちらは列車が移動するボタンになるので、 直接そこ,こから離れると青いライティングバースが消えることが確認できるかなと思います。はい、デモは以上になります。では最後にロードマップを見てみましょう。今日話したレイトリスシング機能について 先ほど、吉野の方から紹介されたように、United の3.12のリリースに追加する予定です。Latalising Reflection と United の組み合わせと、Latalise と United Visibility は、e、Array Access として提供します。また、Latalise Final Guide、er、と United の組み合わせは、Experiment として提供します。講演が以上になりました。 今から Q&A の方に入ります。コメントをちょっと確認します。 はい、コメントが1個確認できました。ファイナルガイザーのノイズが経験したことですが何か特別な対策を行っているでしょうかという質問ですね。こちらについては、えー、と今特に対特策は行っていませんが、えー、ファイナルガイザーで先ほど2つの手法を紹介しましたが2つ目の手法ではゲ,タゲタータポイントの方に追加することによって ゲタポイントのライトがライティングがさらに明るくなるためノイズが検証することに成功しました将来的にディノイザーの方をさらに進化してノイズを検証することも確認できると思いますさらにクエスンが来ました はい、鈴木様からイ頼ンからキューブマップを生成できるという話があったと思いますがシェーディングはどのように行っていますかという質問に対して依頼点はキューブマップは事前計算で場所を指定してそこにキューブマップを生成することになりましたさらに実際にレンダリングをするときにその CPU で生成したキューブマップを GPU にコピーして普通のレンダリング普通のキューブマップと同じようにサンプリングするような形になりますさらに 内村,さん内村さんから、えー、と事前イクの時間の予算感覚について今回お見,せるお見せするシーンでは、えー、と分散ビルドを含めて、えー、と13分15分ぐらいかかる感じになります。まあ、シーンの中のちょっとした調整では、えー、と初回の,その事前計算、イクの時間を計算 のような長い時間はかかりません最後に UE5 のルーメント差別化は行われていくのでしょうかについては吉野荘吉野の方から話しましょう。 はいえー、UE5 のルーメンにつきましては、えー、とまず、えー、現状では UE4 のサポートを行っておりますが UE5 についても現在、えー、と対応を検討している最中にはなっております。で具体的にちょっと技術詳細の部分でもちょっと我々もまだ把握しきれていない部分もありますので、まあ、具体的にどうなっていくのかといった部分はありますけれども、まあ、円ライテ自体はその エンライトのアップデートをすべて基本的に CPU 側で行ってしかもそれを非同期で行っていくといった部分はなりますのでそのあたりのパフォーマンスの出方などは差が出てくる可能性はあるのかなとは考えておりますはい他は、えー、いかがでしょうか では今日の講演が以上になります。最初にご案内したように、ぜひアンケートの方の回答をご協力をお願いします。では最後の質問をお答えします。ンンベイのの場合オープンワールの場合合オーープワルド え最新の依頼トのメモリーコースはどれくらいですかについて、そうですねあの芯の大きさとか、あとセッティングによりますが具体的に数字は出ないんですが、ああ調整可能になりますので、ライトマップィクスの大きさとかを調整することによって、カントロールできるかなと思います。はい アンケートの方にあのお回いをしたいただいた方に、えー、と Amazon ギフト券を差し上げますのでぜひご回答をお願いします。また、えー、とこちらのアンケートフォームにご質問いただけますので今回のチャットの方に質問できなかった方はこちらの方にも質問できます。 ではご清聴ありがとうございました。